はい、皆さんこんにちは。 MK の Q チャンネル、まさです。本日もよろしくお願いいたします。プロ野球12球団レジェンドたちの3年間特別企画第5弾、金徳アーティスト田淵光一選手、本日は第7話お送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、前回ですね、2年生の夏の甲子園戦ってきました。まあ、見事ね、結果優勝することができ、田淵も4ホーマー、しかもね、決勝で2ホーマー、しかも大事なところで打ってくれたんですよね。同点の場面で勝ち越しホームランで、また追いつかれて勝ち越しホームランと、2打席連続勝ち越しホームランを打ってくれたというような形にはなりました。で、今通算のホームランは2年生の夏終わりで19本となっております。なので、ここからは今日第7話、秋の都大会、地区大会、そして神宮大会を目指していくという流れにはなるんですけども、まあ、秋はね、結構ね、ホームランが出やすいので、地区大会とかも地方球場で、神宮大会も出やすいので、そこはね、ホームラン、今19本なんで、まあ、20本は絶対に最低ラインで、まあ、1本なんでね、まあ、25本とかいけたら、もう25本なんかいったらもう御の字すぎて、びっくりするんですけども、まあ、そこはね、アーティスト田淵に期待してやっていきたいと思います。ただね、3年生の岡本、前回夏で、甲子園で引退してしまって、まあ、3年生がかなり強かって、で今2年生の世代にがなってるんですけども、ちょっとそこがね、ちょっと戦力ダウンがかなりしてるので、ちょっと秋心配なんですけども、まずは一戦一戦ね、丁寧に、戦っていって、まずは神宮大会しっかり決めれたらなと思いますんで、今日は頑張って秋をまず勝ち抜けるようにやっていきたいと思います。この MK の記述、映画ないんですね。本編にあったら2日に1回、ショートにあったらほぼ毎日配信しておりますんで、またチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは今日も元気にやっていきましょう。お願いします。はい、というところで、前回、夏の甲子園、しっかりと優勝することができました。で、決勝ね、ちょっと苦戦したんですけども、しっかり、田淵ちゃんが打ってくれて、4割7分8厘、ホームラン4本10打点で、通算は19本の57打点というところでね、まあ、チャンスビー対左ビー、アーティスト効果がほどかなり強いような形になってます。まあ、ちょっとね、この後日本代表とかあるんですけども、さすがにね、ちょっと日本代表に選ばれるのはきついかなというような形ではありますね。ちょっと3年生がかなり強いですし、でキャッチャーはね、ポジション別に1人ずつしか選ばれないん でまず岡本で、関で、梅谷、梅谷夏最後ベンチ外やねんけど、それでも日本代表行っちゃう。まあまあまあ、別にそれはいいんですけどね、いいんですけど、まあ、とりあえずね、日本代表行ってくれたんで、まあ、帰ってきてね、評価を、聞きたいと思います。はい、それではですね、早速練習試合のマスが来たんで、マスっていうか元々あったんですけど使えたんで、ちょっとやっていきます。まあ、秋の大会の前に一発できたら一番いいかなと思ってたんで、それはラッキーですね。ほんで、まあ、オーダーはもう決めてるんですけども、秋の大会前にオーダーはまた言いますわ。で、相手は沖縄のギノザ商工で、しかも中堅校なんで、学校でできるんですよね。で、これ何がいいかって、ホームラン出やすいんですよね。まあ、練習試合もね、ホームランの数に入るんで、まあ、そこはね、ちょっと注目選手タブッチャーにできなかったんですけど、そこはホームランに期待して、で、まあ、練習試合なんでちょっとね、もうまあ、流し目、早いタイプでいきましょう。はい、これいきなりギリギリホームラン、タブッチャーファーボール。ピッチャーも、もう全然そこまで出さなくていいかなと思ってるんで、まあ、鶴見一応先発はさせてるんですけども、まあ、違う、ピッチャーもどんどん出せていけたらなと。福本は盗塁失敗した、これは取られるね。あー、田淵はヒットか。まあ、打ってはいるんですけどね、さ、意外とうちが全然打ててないんですよね。相手中堅校なんですけど、それが心配なんですよね。やっぱり岡本がおった世代は結構強かったんですけど、むしろこの中堅校に逆転されてる、しかもうちエース鶴見が投げてるんで、その中で逆転されてる、かなり心配やねんけど。いや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 、いや、ちょっと頼むぞ。
そしてなんかさっき一瞬だけ、おお大丈夫か、あら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 、やばい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 、タイムリーエラーわかんぞお前。一瞬画面がシャシャってなって、ちょっと一瞬録画のエラーが出るんかなと思ったら、そこは出なかったんですけど、いや鶴見がめった打ちされる。いやこれかなり危ないぞ。オッケーいいぞ。いや下手しいコールド負けする勢いやんこれ。いや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 、4点差、まあ4点差やったら返せるか。まあまず中山しっかり塁出ようか。いやちょっとね、ちょっとやばいよねうちのチーム。田淵ヒット、ヒットは出てるんですけど、ちょっと一発出してほしいんですよね。もうホームラン狙いでいいから。さあ頼むぞ。はいオッケー、はい、これで3対、5対3、2点差。後続が続かんしエラーはするし、またピンチ。どうした鶴見、これがついてるかな。オッケー、はいオッケー。ちょっとギリギリやったけどなんとか取れましたね。負けそううちが、まあ、とりあえず流し打ちで。うわっいい当たりしとんやけどね。タブちゃん頼むよ。ヒットヒットはいいんやけどね。まあまあまあ、せっかくこの狭い球場でやってるからホームラン出してほしかったんですけど、それが出てないよね。浅野は相変わらずしっかり打ってくれるんで、まあ、多分まあこの回に逆転、同点もしくは逆転してくれると思ってるんですけど。寺本打てよ。 OKOK、はい、まずこれで同点ね。まあ、あとは、1点取るだけなんですけど。いや関秀で全然やな。岡本出すわ。で、ランナー寺本のところを大走。まあ大走でね、この畑山がおるんで、それが結構じわじわ効いてくるとは思うんですけど。あと1点取らんといけんからねお前ら。引き分けあかんで。ただねこれ次下位打線からになってしまうんですよね。で、キャッチャー、まあ、このままいきましょうか。ちょとりあえずゼロで抑えような。いけるか。いや危ねえ。いやー鶴見もなんかちょっとピリッとせんね。まあエラーで失点はしてるっていうところはあるんですけど、いや練習試合でこの接戦はきついよ。いやーちょっと待ってちょっと待って、やばいやばいやばい、勝ち越された。ちょっと待って、このギノザ強かったらいいよ。 B ぐらいやったらいいよ。いやでも B で競ってたらダメよね。いやもう普通の C やし、もうなんか良くないなー。いやーもう良くないなーこれ。やばいぞお前ら。いやもうエースの鶴見がこんだけ打たれとったら、いやもう秋やばいなこれ。はいオッケー。まあでも打線がまだ結構強いんで、強いと思われるんで、まあ、なんとかこの球取れるか。取れないんかて。やば鶴見やば、うざ、何やねんこいつ。いやもうなんでマジでお前。いやお前一枚看板で育ててそれはあかんやろお前。
はよ、抑えろ、お前。何してんの、お前。コントロール B ぐらいあるやろ、お前。さあ、これ最終回というとこなんですけど、お前もエラーしとるしな。まあ、まず出ろ。絶対に出ろ。内野安打やぞ。内野安打、内野安打。OK、セーフー。アナダは足が速いん でまず走る。お前らここから挽回せよ。せやな、まあ、とりあえず小川行かせようか。転がせ。はい、OK、 いいね。1年生代打で結果出す。雲と三振持ってるからね。いやいやいや、まあ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 、走れ。うお、送球いいね。中山、お前これ塁出てセンター返し。 OK よ、満塁来たな。田淵満塁で一発いこうか。固め打ち持ってるしな。いやー、一発は出ない。さあ、あと3点差。佐野打ってこようか。はい、OK。 打つのは打ってるね。打つのは打ってるね。だからあとはどう鶴見を育てていくかの問題にはなってきてるよね。片山打てよ、一発。はい、OK。 みんな1点ずつちま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 取ってる。これで8対9、あと1点差。岡本、ゴー持てよ。 OK、 はい、犠牲フライ。とりあえずこれで負けはなくなったね。あとは2アウトながらここから勝ち越しできるかというところなんですけど、トミーも打ってないね。頼むよ。はい、ナイスバッティング。はい、サヨナラスリーラン。まあまあいいでしょう。まあちょっとね、最終回爆打線が出たんですけど、ちょっと鶴見が心配っすよね。いや、かなり心配よ、これ。まあ最終回7点取ったんはいいことなんですけど、まあ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 、信頼でもそら上がらんわな。いや、ちょっと不安なんですけど、まあとりあえずはね、秋勝てるように、頑張っていきたいと思います。はい、18歳以下野球世界一決める大会が帰ってきたと。まずは浅いね。さあ、岡本がそうですね、大会 MVP ベスト9。ああ、首位打者、梅谷最後出てないのに、でも能力値めっちゃ高かったから、まあ、それは出るよね。ちょっと待って、どこ。もう普通実業、なんか去年も1回戦普通実業じゃなかった。もう読めない、言えないけど府中実業ね。多分そうなんですよ。去年もね、そうですね。10対0で一応勝ってて、前回も前評判ね、確かね、C ぐらいで来てるんですよね。いやー、前回と今回ではね、ちょっとね、レベルが違うんで、ちょっとオーダーだけさっき言っときますね。新チームのオーダー。まあ、さっき練習試合で見ていただいた通りで、ちょっとね、変えました。1番はセンター、盗塁 A、走塁 B の、福本豊。まあ、かなり強くなってますね。打率がまだ1割7分2厘なんですけど、三振持っててね。だからここからね、秋からそろそろ爆発して、爆走してもらいたいと思います。で、2番が、ショートの浅野くん。今、守備鍛えてるんですけども、まあ、福本が出れなくても浅野が出てくれると、打率4割7分5厘なんで完璧です。で、3番がファースト、アーティスト持ちの田淵ちゃん。ちょっと練習試合でホームラン出なかったんですけど、20本目指してね、やっていってほしいと思います。で、ライトが中山、広角打法持ち。で、寺本がキャッチャー B のパワーヒッター。で、レフトが1年生なんですけど、岡本ちゃんで、入れてます。で、セカンドが富谷。で、サードが、盗塁 B 持ってるアナだというところで。で、エースは、いや、この能力でさっき前評判 C に打たれてるんですよ。えぐくないですか。ほんで一応ね、ダイソーでは畑山がおって、チャンス A。で、代打には関秀で行きたいと思います。ちょっとね、岡本と関秀をどっちをレギュラーで出すかちょっと悩んだんですけども、まあ、岡本で出して、で、代打丸持ってるんで、
代打の切り札でいきたいと思います。ほんでね、ピッチャーで、伸び行こうか。鶴見。これで伸びが B になったんで、まあ、これでなんとか勝ってくれ。これで。もうこれ以上は上げれん。お前ごときに。まあでもね、打撃系のチームなんで、うち。まあ、それはね、打撃がカバーしてくれたら大丈夫だと思うんで。オッケーオッケー。調子も、鶴見だけ絶好調にして、はい、これで勝っていきたいと思います。はい、それではね、1回戦、府中実業というところで戦っていきたいと思います。まあ、まずはね、しっかりと勝つことが一番大事なので、まあ、タブッチャーのホームランも期待したい、あ、タブッチャー来ましたね。期待したいんですけども、うわぁ、普通。鶴見の普通が怖いですね。相手ピッチャー絶好調。さっきうちね、前評判、総合戦力 C に大苦戦してるんで、マジで気が抜けない。もう前評判 A とか、地区大会で来られたら、ほんまに勝てない。朝の出る。ワンアウトランナー一塁という場面で、バッターは2年生、関東のブンブン丸、田淵。あー、まあ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 。あ、そんなに強くはないね。C でも下の方。ボールを2塁へ送った、盗塁成功。ランナーが一つ先の塁に。さあ、タブちゃん頼むぞ。ガンガン打っていこう。打てるぞ、打てるぞ。頼む、20本。ガツン、はい、秋の初戦の1打席目、速攻で20本乗せぶるホームラン。いやね、チームを引っ張っていこうという意識がやっぱありますよね、タブッチャーには。で、浅野も出る。やっぱりね、前回の試合は浅野を4番にしたんですよね。中本を注目選手にした加減で、そこがミソやったんですね。やっぱ浅野が出ることによって、こうタブッチャーがチャンス B でさらに打つ。2打席連続。いや、もう化け物が火を吹き出してる。で、鶴見もしっかりと抑えてくれてる。さあ、鶴見も打ってこいと。まあ、表なんでガンガン点取ってもらっていいかなと。まあ、相手オッケーオッケー、おし相手、まあそんなには強くないんで、豊かが出てほしいんですよね。持ち前のファイトが前面にて、やっぱりね、まあ盗塁企画ではないんですけども、やっぱりそこそこ出て走って一塁してほしいんですけど、なかなか出れないんですよね、塁に。おっと、2点返された。ただ浅野がホームラン、今日3打数3安打。さあ、ここで2打席連続打ってるタブちゃん、いいよ、思いっきり振ってけ。3打席連続なるか。いいよ。まあ岡本ちゃんとかがね、3打席連続とか打っとったんですけど、はい、タブちゃんも来ました。秋の都大会初戦から3打席連続。いや、もうちょっとね、レベチな打撃を見せてくれてますね。さあ、鶴見は頑張れよ、お前。伸びの方上げたいからな、しっかり抑えろ。まあ、寺本がね、キャッチャー B 持ってるんで、そんなに悪くはないと思うんですけどね、ある程度は抑えれると思うんですけど、ちょっとね、うわー、打たれた。バックホームは OKOK、いいよ。守備がね、うちやっぱね、かなりレベル低いんで、2年生は特にね、打撃にほとんど全振りしてるんで、打撃は結構強いんですけど、ほら危ないよ。送球もね、悪いから、いいよ、なんとか抑えてる。ここでタブッチャン。さあ、お祭りの。さあ、ここは引っ張りが5なんでいこうか。4打席連続なるか。初球打った。わあ、これは惜しいね。まあ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 、でもね、3本打ってるんで十分ですね。なんでなん。初球から打ってった。取れる。いやー、トミーも下手やな。動きが悪いもんね、なんか。守備 B とかやで、走力も B あるし、肩も B あるのに、なんか動き悪いんすよね。打ちました。いや、ちょっとこれね、しかもノーアウトでしょ。あ、まあ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 、三振ね。まあ、ゲッツー取らせて1点は別にいいけど、結構危ない試合してるんですよね。外のボール球った。いやー、トミー。一塁送球。オッケーオッケー。点差を3点に縮めました。いやー、もうちょっとね、こんなとこやったら、昔っていうか去年とかやったら
余裕でコールド勝ちしてもう終わってますよ。どうだ、一塁送球、はい、オッケー、アウト、スリーアウト。いやね、今回ね一番心配なのが内野陣が結構送球悪いんですよね。なんで大丈夫かなって心配してるんですけど、オッケー、ピッチャー返し抜けた。こっからはしっかりと点取って、目標はこの、回で打者一巡して、コールド勝ち寸前まで行って、オッケーよ。いやもうコールド勝ちしてもいいで、最後か川端を投げさせれるような形にできたら一番最高ですね。さあラッキーボーイの本領を発揮してほしい。ああ、いいね、やっぱ打撃はいいんですよね。オッケー、8対3。ちょっと待って、セカンド誰かおったっけ。あ、佐々木おるから、一応ここダイソーでトミーのところを畑山で、で第走る、ランナーが2塁に、アナダが盗塁 B 持ってるんであれなんですけど、福本が盗塁12なんで結構いい勝負してるんですよ。ここ代打関秀、一発決めてこい関秀。さあ持ち前のファイトが前面に出てきました。率が低いんよお前、なんでお前代打丸どこ行ってお前。これでツーアウト、ユタカ打てよ。これでもう一人も帰ってくる、これで7点差なんで、まあ、コールド勝ちが見えてきたと。逆にタブッチャーをもう一打席座らせたいんで、まあ、でもね浅野は絶対出てくれるんですよね。はい、オッケー。まあ、浅野はいつも安牌なんで、でここでビッグチャンス、打者一巡、まず走る、さあホームラン打って決めようか。1試合4本、相手ピヨピヨ行くか、1試合4本。いやー、そこ打たんのか。まあでもね、3本打ってるから十分っちゃ十分なんですか。さあ最終回は川端が、まあちょっとね、あんまりコントロールとかスタミナとか良くないんですけど、まあ、一応ちょっとね、出して経験させていきたいと思います。まあな、2年生もちょっとマシな選手は何人かおるんで、いける？危な、危な、マシな選手は何人かおるんで、そこはね、もし川端が打たれたりランナー出したりしたら、まあ変えてもいいかな。センターへの打球取りました。はい、オッケー。これでツーアウト。あ、俺守備変えてないかも。これセカンド、そうそう、佐々木で、まあサード、あ、でもサード小川の方が守備うまいね。さあラストいけるか、打ちました、オッケー、佐々木いけるか、掴んだ、はい、オッケー。まあ、なんとかね、ちょっと最初大丈夫かなと思ったんですけど、初戦10対3で勝つことできました。なんて言ったってタブッちゃんが3打席連続初戦でいきなり3本打ってくれたんでね、素晴らしい、もう完璧よ、もう一番嬉しい。なんかマルチ弾とかないの？あー持ってこないか。さすがに都大会の1回戦では持ってこないと。タブッちゃん超ノリノリ、それもないっす。はい、それでは都大会2回戦やっていきましょう。はい、おーよかった、アキルの前評判 D。 まあ D はねいいですね。ちょっと怖かったんですけど、福本鶴見、あ、福本で行こうか、ここは。じゃあほんで、福本を2番にして浅野1番で、で鶴見も絶好調なんで、まあ、ここはねシャンシャンとコールド勝ちするかなと思いますね。鶴見も絶好調なんでまず打たれない、でタブッチャーも絶好調なんでもう1本ぐらい打ってほしいですね。一丸と、で浅野出る、ノーアウトランナー1塁という場面でバッターは1年生福本、マウンド上は田中、一塁タッチセーフ。でしかも今回も表なんで、それはいいですね。コールド勝ちするときはね、大体表の方がいっぱい点取れるんで、裏やとねさよなら勝ちで終わっちゃうんで、それちょっと寂しいでしょ、点も取れないんであんまり。高めボールだ、はい、オッケー。レフトバック、福本ちゃんこれ
自動で走ってほしいんやけどな。福本ナイスバッティングです。ホーセン、あーファーボールか。まあしゃあないね。でランナーは、あーアナだ。1年生がねかなり機動力強いんで、まあ、今後に期待ではあるんですけど、福本ちゃんまたヒットで出たら起きよ。ちょっとね率上げてほしいんですよね。率がちょっと寂しいことになってるんで、まだ1割台やから。いやー、タブちゃん打ててないね。誰、鶴見はホームラン打たんでいい、お前は打たんでいい。で、まずこれ浅野が走る。盗塁成功、高生10。おっしゃ、コモちゃんじゃあセーフティー行こう。うまいね、うまいね、いいよ、いけるんじゃない、いける。あー惜しい。まあまあいいよ、送りバントしたから。ほんでタブっちゃん、さあ一発いこうか。一本昨日に引き続き、いやーいい当たりやけど、いい当たりやねんけど、うまいよねなんか打撃が。はい、誰、中山ホームラン。まあそれはいいよね、打撃がみんな好調なのはまあまあまあ嬉しい限りなんで、それは別にいいんですけど。キャッチャー二塁セーフ、ランナーが二塁。僕的には一番打ってほしい、あのタブッチャーにヒットが、あのホームランが出てないんで。低めボール球打った、一塁へ送る。いい当たりだったけど飛んだとこ悪かった。まあしゃあないね。あら珍しくピンチ。さあ相手を威圧する投球ができるか。まあ1点取られてもいいんですけど。打ちました、ショートゴロ、ゲッツーになるか。2塁送る、セカンドフォースアウト。はい、オッケー。まあまあまあ1点はしゃあないね。あのそんなね、あのうちは守り勝つ野球じゃないんで。タブッちゃんはねヒットは打ってるんですけども。はい、ナイスバッティング、2打席連続。入った入った、ホームラン。まあ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 、うちのね打撃自慢たちがいっぱいおるから。待て待て、おお入るね。おお、ナイス。岡本はやばいね、しっかり結果残してくれるから。いいバッティングを見せました。で、岡本のとこをダイソーで、で、畑山高生で、ここでまず走る。二塁送球はどうだ、二塁はセーフ、ランナーで、富のとこ代打で、ここで関秀、お前結果出せよ、チャンス与えてんやから。さあ持ち前のファイト、お前下手しい夏ないぞ、お前次の夏。いいよ、どうどうどう、はい、ナイス。そうそうそう、しっかり結果残さないと。そうやってな。10対1。今日はい、ほんで、ダイソーで関秀のとこ井上宝生。さあ究極の思考が、さあ頑張って塁でよ。いいよ、変化球。いやー、まあ、ここ代打行こうか。じゃあ、森くんピンチヒット、一応あんま出てないんですけど、まあ、2年生でパワー A ミート A あるんで、まあ、今後ね、うちのチームあんま強くないんで、どういうところで勝負していくかっていうと、こういうね、代打代打で勝負していかないといけない時が絶対来るんで、そのために今しっかり打席立たせる。さあ、あと1点取ったらもうコールド勝ち見えてくるんで、これで11対1でしょ。でごめん、福本セーフティー。お、どうだ、掴みました。ああ、取られた、危な。送りバント失敗。でタブッチャン、さあタブッチャン行こうか、一発一発頼むぞ。いやー、打てそうやけどな。まあいい当たりやったんですけど、まあこのあれですね、ここ、あ、井上セカンドいけるから一応これでいって、で、あらだ、ここで、小川の代わりで。まあちょっとね、2試合目も出てくれたら一番良かったんですけど、ちょっと出なかったっすね。まあその分ね、1試合目で3本の貯金を取ることができたんで、まあ、あとはね、次地区大会入ってちょっと球場広くなっちゃうんですけど、あんまりね、正味球場の広さはあんま関係ないんですよね、うちは。タブッチャーにしたら、まあそこ関係ないんで、ま
今20、さっき3本打ったから22本か。25本いったら上出来やから、あと5試合、神宮優勝したらね、5試合で3本打ったらいいもんね。はい、鶴見、中山と、中山に2本出てくれてよかったですね。まあ、鶴見は1失点取られたけど、まあまあ、順調っちゃ順調かなと。まあ、悪くないですよ。まあ、この形でいくと。というところで、まずはしっかりと、勝てたので、次ね、地区大会も勝てるようにやっていきたいと思います。はい、それではね、地区大会1回戦やっていきたいと思います。1回戦の相手がね、前評判 D で八王子。よかったです。これがね、まあ、かなりキーポイントになっとったんで、まあ、とりあえず1回戦を勝てば、2回戦でもしめっちゃ強いところで負けたとしても、春の甲子園の確率はまだあるんで、そこはまだ良かったですね。福本を注目選手にして、なんで鶴見があんまり調子上がってないんですよね。まあ、とりあえずでもね、D なんで、ここはしっかりと、まず、点を引き離して、あんまりね、投手戦に持っていくと、うち不利やから。はいはい、また表多いんだよな。ワンアウトランナーなしという場面で、ここね、早いとこしっかり点取って、できれば結構ね、まあ、最終回川端とか投げれてるんですけど、ちょっとね、他のピッチャー投げれてないんで、まあ、神宮はね、結構総力戦で戦っていかないといけないんで、早めにね、点取って、打ちたいんですけど、うちが打ててないんですよ。もうちょっとね、豊かが率上がってくれたら、オッケー、いいですね。そう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 、こういうヒットがね、多くなってきたら一番いいんですけど、たぶっちゃんね、初戦は爆発したんですけど、2戦目からどうも爆発できてない。ただここね、お前は転がせ、セーフティー。いいぞいいぞいいぞ。雨で止まる理論、はい、余裕のセーフ。福本豊のこのね、やっぱ雨でね、ちょんちょんちょんってなるとね、止まるんですよね。もうそうなったら世界の盗塁王、余裕のセーフ。さあ、そして来たね、ダブちゃん、黄色い線いってもいい、ガツン、はい、言った通り、流れが最高。福本豊のセーフティーバント、田淵光一のスリーランと完璧。この秋4本目で、しかもこれがね、先制のスリーランというところがまたチームとしてもでかいんですよね。もう完璧です、流れが完璧。やっぱりね、自分が何をしなければいけないというのがよーく分かってるんですよね。田淵はいいところで打ってるんですよ。じゃあそれはね、夏のね、甲子園それ見せてくれたからね。おら、珍しいホームラン取る。はい、誰、浅野ホームラン。で、ユタか、あ、やっと2割乗りましたね。いいよ、それでいい、それでこそユタか。はい、オッケー、そう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 、今日3安打。これ走ってもいいんやけどね。ああ、あらあら、飛んでピンチ。ただ2アウト、相手代打、内角ビタビタで攻めて勝負してこい。オッケー。さあ、ここでパワーボールで出た中山で、ここダイソーで畑山。はい、オッケー。だからもうね、この辺からは畳みかける作戦でいくんで、うちはね、余裕のコールド勝ちじゃなくて、コールド勝ちしないとピッチャーがやられる可能性があるんで、先に打撃でボコスコ打ってコールド勝ちするっていう作戦です。さあ、持ち前の強心臓が力を発揮するのか。盗塁できる選手も今ベンチでは畑山しかおらんので、その辺がもうちょっと育ってきてくれたらいいんですけど、まだまだね、ちょっと今の現状では厳しいんで。はい、ここでトミーも代打いきます。関秀、さあいけるか、流し打ちいこうか。まあ、流し打ちが関秀は得意なんで、そうそうそう、いや、いいですね、代打でしっかり結果出す。まあ、代打もあれやから、そこはしっかりとね、結果出してほしいと思ってます。さあ、ここでアナダも悪くないですね。で、ここダイソーで関秀、足速いんですけど、あ、ちょっと待って、あれやわ、席で変えてまうと外野がおらんすん。はい、オッケー、アナダも打つと。
まあ、相手前のが D なんでそんなに強くないんですよ。タイムリー後世なおもチャンス。今日は安藤を放っています。鶴見のところで代打、じゃあ大川行こうか。1年生こんだけ点差あったらね、余裕ちょっと接戦やったら森とか出してもいいかなと思った。セーフ、2塁はセーフ。でこのまま行くと1人ランナー出ればまたサブッチャに回るんで、小川出ろ。最初に出ても楽、もう回すのを確定してくれる。はい、オッケー。レフトバックホーム、三塁ランナーホームイン。八王子苦しい展開になってきました。さあここでまたダイソーで、で一応井上、井上がね一応盗塁 C 持ってるんで、まあ、ほぼダイソー要員で今育ててるんですよ。 OK。 いや浅野がねやっぱねうちのチームのめっちゃんこのキーマンなんですよね。はい、ピッチャー変わる。で豊か、豊かもう一度セーフティー行こうか。はい、雨でトントントン。はい、セーフ。そして満塁でこの男田淵幸一、一発行こうや。いやいい当たりやったんですけどね、肩弱。ちょっと満塁ではねホームランまだ打ててないんですよね。畑山ダイソーで回ってきたやつがもう回ってきた。さあラッキーボーイの本領発揮。センター返し、いいよ、打てる。うわ、取られた。おお、アウト。踏まれたんや、やるな。踏んでる素振りなかったけど、あの一瞬で踏んだんやな。まあ、しゃあないね、11対1。まあどっちにしろもう7回なんで、もう何してるお前ら、もうチェンジやったのに。お前らさっきのゲッツー取れてなかったら えぐいことなんだ。まだまだ攻撃終わらんからな。もうちょっとね早送りしてます、終わらんから。はい、で、これで最終回行くんですけど、まず川端行かせて、守備がここに関秀で行って、でセカンドに佐々木がおるんで、でこれで行きましょう。まあ盤石ですね。であとはもう川端ちゃんがしっかりとシャンシャンシャンと3人で抑えてくれたらいいんですけど、まあそうはねちょっとコントロールとスタミナ F なんで、ちょっと厳しいところあるんですけど、まあ、変化球はね、2、3、5なんで総変化量はかなりいいんですよね。まあ、もともと変化球系が強い選手だったんで、あとはもうこの秋ぐらいからスタミナと、コントロールを鍛えていくんで、まあ、次の夏ぐらいまでには結構いいピッチャーに成長するんじゃないかなと思うんですけど、はい、それではね地区大会、1回戦12対1しっかりコールドが続いてきました。田淵ちゃんもねこの秋4本目のホームランが出て、23本ですね。素晴らしい。いや、いい流れで来てるんじゃないかな。意外と田淵ちゃん流し打ち、広角打法持ってたのに流し打ちも持ってくる。素晴らしい。福本信頼度バチバチ上がる。いやー、いいですね。悪くない悪くない。田淵ちゃんも超ノリノリ、まあ、この感じでいくとね次もいい形で、勝てそうですね。はい、すいません、ちょっとね録画の序盤の最初のエラーが出てしまって、試合開始する前にプチッと切れてしまって申し訳ないんですけども、2回戦の間町田義塾、前評判は、C というところで、で注目選手をタブッチャにできました。なんで、このままやっていきたいと思います。で、タブッチャがね、好調なんで、あとはあれ相手1年生多いね、かなり多いね。なんであとはどういう風な形で町田義塾が総合戦力、まあ、C、前評判 C で来てるんですけど、どのような感じで来るかというところではあるんですけど、お待たせいたしました、一丸となっていきた。まあ、ここはね OKOK いいですね。まずは福本出てギラで打つ、で、タブッチャムこの秋絶好調、まず先制ツーラン行こうか。いや、これ出たらでかいけどね、いいよ。まあ、さっきの試合でね流し打ちを持ってきたんで、さらに逆方向にね強くはなってるんですけど、で今回も内が表なんですよね。さあランナー一塁、ランナーは鶴見、それは無理やね。で鶴見を歩かせて帰らせよう、いいよ。
直球。いやー、ちょっと待って、1点先制された。いや、だいぶ打ち打ててないね。5本はヒット打ってるんですけど、あー B か、そこそこ強いってことね。タブちゃん一発同点追いつこう。いけるかな。打ちました。ボテボテが当たります。ちょっと待てよ、うちの打撃、打撃陣がお前ら沈黙したら鶴見それはかわいそうやろお前。さあワンアウト一二塁、ここ抑えるよお前。 OK、 いいよ。福本は肩はそんなにまだ強くないんですよね。いや、ここゼロで抑えよう。先ほどヒットを放っている上田、いけるよ。 OKOK、 いいよいいよ、もう別にそんな投げんでいい、暴投したら点入るから。 OK、 鶴見いけるか、低め中心、いいよ、三振、いいよいいよいいよ、いいとこ低め決まってる。うわ、今のストライクちゃうの。 OK、 あらだ、しっかりな。 OK、 スリーアウトチェンジ。いや、ちょっと競るね。さあここでアナダが出る。で今日2安打、ここまず走る。さあこっからジョックロックいくよ。さあチャンスあげようか、転がせで打ってこい、2やけど、ナイスバッティング。打つと思わなかったこの2、相手も打つと思わなかったから前進守備してたよね。一気にツーベース。さあ畳みかけるぞお前ら、さらにジョックロックかかる。さあ持ち前のファイト、福本豊が転がせで、お前が出たらもう完璧や。外のボール球、いやー惜しい。来た、そのままベースを踏んでツーアウト。いや、このための浅野ちゃんです。さあ持ち前のファイトが前面に出てきました。4割9分3厘打ってこいよ。はい、ナイスバッティング。はい、期待通り。さあそしてここで、さあ今日打ってないぞ、どうした田淵。まず走る。さあビッグチャンスしようや、一発逆方向。おわー、いいね、いいよ、内角、いいよ、ファーボールやめてや。 OK、 いいよ、粘って粘って打て。ファーボールか、よっしゃ行こうか。はい、ナイスバッティング。ちょっとね、センター返しにしようと思ってミスって流し打ちしちゃったんやけど、しっかりとね、ランナー返すツーベースト。さあここでさらにパワーヒッター出る。寺本打てよ、相手バテバテやぞ、狙い目やぞ。どうだこれは、フェン直いくか。オッケー、なんかジャンプしたら届きそうやったけどね、ちょっと諦めてなかった今レフト。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。多分ジャンプ結構ね、フェンス際でジャンプするやつ多いんやけど、こいつに限ってはもうね、ジャンプする気ゼロ、ボールちょっと見失ってるやん。さあ岡本ちゃん、岡本ちゃんはねチャンスで打つからね、いいよ。いや、スローカーブすごいね。あー、エラーせんかな、うまいな、その守備好きよ、相手やけど。 OKOK、 まあでもね、こうやってやっぱ点を取ってもらえるとね、釣り身もね気楽になって。 OKOK、 いいよ、いい子。はい、クルリンパね。 OKOK、 これ2アウトやからあんま点取られたらあかんね。OK、はい、オッケー、いいよいいよ、鶴見もエースの自覚が出てきたよね。ほんで富が出る、で富のとこダイソー でここで畑山、一気にこの回畳みかけてコルド勝ち。これは悠々セーフ。アナダは、センター返し、あー、うまいな、全然無視するけど俺の指示で。これ5点4点差でしょ。鶴見代打行こうか、ちょっと打ってるけど、関秀で代打はもう総力戦するわ。さあファイトを前面に押し出す。はい、走る。がセーフ。さあお前代打でラッシュやからな、切り札な、なんや、転がせがいいんか。足打ち、いや惜しいな、
ああちょっと惜しかった。まあ、転がせの無視はガンあの指示はガン無視やけどな、お前はいつも通り。いやー、これで2アウト。浅野やね、困った時の浅野くんなんですよ、打ってくれるから。ちょっとね、おろ一塁へ送るアウト、スリーアウト。ちょっと嫌よこの流れ。ちょっと待って、誰出そう。佐藤一回行く。やばこれ、ちょっとやばいぞこれ。佐藤1イニング頑張って抑えろ。最終回、うわちょっと待って、やばい。いやちょっとさっきのねノーアウト2、3塁を点取れなかったら痛いよね。ピンチ、右バッターボックスは4番渡辺。さあここは勝負するか、それとも満塁。とりあえず褒めまくるで好調にして前進守備、1点取らせない野球できるお前ら。うわちょっと待って、セカンド守備変えるの忘れた。やってもた、やってもた。うわ無駄なことしてもた。ちょっと待って、ダイソー出して忘れてたわ。いやあかんあかん、これで負けたら俺のミスせいや、俺のせいよ。ピッチャー返し抜けた。やばい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 、これやばいぞ。これなあ、ここもうゼロで抑えてくれたら一番でかい。佐藤オッケー、ゲッツ、おっしゃ、よしオッケーオッケー。いやこの回をこの点差で抑えたら次タブッちゃんからやから、タブッちゃんがホームラン打ってくれる。いいよ、うわー1点差。さらに1点を返しました。バッター裏なんがマジ怖え。低めボールだ。オッケー取れる、いけ走れ、いけるぞ、応援する、いけ、おっしゃー、危ない。さあここやぞタブちゃん、頼むぞ。はい、相手を絶望にさせるホームラン、完璧ですね、完璧です。いやいやお前ら打てよ。でね、ここで相手ピッチャー変えます。川端いきます。川端の方が信頼度高いんで、ほんでガチガチ応援します。ほんでさらに褒めまくる。おっしゃこれでいける。ただねスタミナが F なんでかなり危ないんですよね。2点差でしょ、お前ら死ぬ気で守れ。おっしゃ、うわーちょっと待って、これホームラン打たれたらマジで逆転やから、お前らマジで頑張れ、マジで頑張れ。おっしゃ、いやーこのフライはでかい、このフライはでかい。おっしゃゲッツやぞお前ら、ゲッツ。いやもうなんかめっちゃ低いなこれ、コースお任せできるお前、いけるぞ、ツーストライク。おおほほほほ、ちょっと確定なのかやめてな。オッケーゲッツや、はい完璧ゲームセット。危ない危ない。いやー川端よかったね、ナイスリリー。いやーね、それもこれもね、やっぱタブッちゃんが9回にホームラン打ったから、それがだいぶでかかった。危ない危ない、この9回のソロのホームランがでかかったね。いやもうちょっとね、鶴見変えたらこうなるからダメなんですよね。結局1枚看板になってしまうと。はい、なんとか勝てましたね。ちょっとね、最初の録画のエラーが出てしまって大変申し訳なかったんですけど、まあ、なんとかね、神宮大会決めることできましたので、次ね、ドラフトとで神宮の抽選会と入っていきたいと思います。はい、それでね、ドラフト、入っていきたいと思います。まあこの世代は岡本ちゃんなんですけど、岡本が、どこに行くかというところが注目ですね。読売ジャイアンツ岡本和真内野手。いやーその通りですね、その通りです。西武ライオンズ藤原、ああいいですね。阪神関か、まあまあオールマイティやね、梅谷。だから最後の夏ベンチがやってくるね。あー加藤ちゃんね、加藤ちゃんよう行きました。まあ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 、ちょっとね、梅谷がね、最後ベンチ外やったのに、
プロに行ったっていうのはちょっと不服なんですけど、まあ、そんだけ能力高かったということですね。で、まあ、しかもその能力高い日本代表に選べれるような選手を、ベンチ入りさせなくても優勝できるというこのチームの強さですね。というところで神宮大会の抽選会いきます。ちょっと待って、滋賀はだかんな。2番、え、ちょっと待って、下も井野おるし、今回地獄やな。まあでも1回戦はそうでもないか。5番、まあいいんじゃない。5番、なんかどこも強いねこれ。まあとりあえず久慈高校かな、勝ったら A か S 多分来るから、まあどっちでしょう。まあ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 3試合したいけどね。ちょっと2回戦準決勝かがかなりキーポイントになるよね。まあとりあえずはね、神宮の手前までやっていきたいと思います。はい、それではね、早速、神宮大会入っていきたいと思います。1回戦は久慈高校、前評判は B というところなんで、まずはしっかりここで勝ってほしいのと、でタブッちゃんがこの秋、都大会地区大会合わせてホームランを、5本打ってるんですよね。だいぶ優秀なんですよね。ここはね、浅野を1番にして、でこれでいきます。タブッちゃんが今24本、最初ね、始まりの時に、まあ、25本いったらめっちゃいいですよねっていう話をしとったんですけど、あと1本なんで、下手しいこの神宮で。でね、タブッちゃんね、神宮に強いんですよ。神宮の男。やっぱりね、大学でね、東京六大学で、え、明治大学やったっけ、ちょっと大学覚えてないんですけど、活躍してるんで、その辺はね、片鱗を。神宮との相性を見せてくれてますよね。さあまずは、ちょっと待ってちょっと待って、うちが1点先制されたけどもしっかり返した。でランナーが、浅野ちゃん。なんかうち最近表多いよね。で松橋、まあしっかりね、やっていけ、あ、全然明治大学じゃなかった、法政大学第一高校と言ってんのになんで明治大学行くねって話ですよ。明治大学じゃなくて法政大学に行ってます。そのままそのまま上がってます。いやちょっと待って、逆転されたな、逆転されてるんですよね。いや結構強いな、打撃強いんか、うちと一緒やな。じゃあでも取って取られての戦いになってくる可能性があるんで、あなた出ろよ。よっしゃ、いいよ、ツーベース行こう、ツーベース行こう、いけるいける、そう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 、さあまず同点、そしてタブッチャン、さあ一発行こうや。いや今の甘いけどな、いいよ、 OKOK、関東のブンブン丸、ナイスバッティング、150段、さすが神宮、相性抜群、2年生秋ホームラン25本目。いよいよそれに開花されて、1番から5番まで全員ヒット、5者連続ヒット、一気に逆転。いやー岡本もいい当たりだけどね、まあまあまあいいでしょ。しっかりね、逆転の方針見せてくれたね。そして富山もホームラン、いいよいいよ、鶴見がある程度点取られるのはもう織り込み済みやから。でもこの能力なんですけどね、強くないっすか結構。いやーちょっと待って、なんでこんな打たれるん鶴見。まあええんやけど別に打たれてもね、打たれてもいいんやけど、うちを打ち返すから。あなた出ろよ、7回やかヒット出たらいいから。うわいける、あー惜しい。さあタブッちゃん打とう、アウト。ちょっと待って、これやばいぞ、もうちょっと点取ろうや。ですごく励ます使っといて、ゲッツー取れたらいい。あんまりね、内野前進してるとたまにこうラッキーパンチで打たれる時あるから。いいよ、
しっかり守れ。オッケー。おお大丈夫、危ない危ない危ない、何しの鶴見くん、鶴見くん頼むよそれ。ちゃんとなんか危なそうな雰囲気出てたもんね。おっと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 みたいな、危ない危ない。でも落としてもセカンドでランナーアウトできるから大丈夫。オッケー、いいぞトミー、トミー、オッケー、危ない危ない、いいよいいよ、前に弾くのは全然オッケー。いやーちょっとね、うちがねここでまた沈黙してるんですよね。ほんでノーアウトでしょ、ゲッツー取れたら最高やけど、相手ピッチャーがいける。オッケー、見逃し三振。いやなんか怖いね、なんか超ノリノリみたいなやつ来てん。あえていい当たりでゲッツーとかどう、山内くん、それで手打とう。オッケー、岡本、ゴー絶対取れよ。取りました。休憩。さっきのね、さっきのあの鶴見の一件があるから、落としてはないけど危なかったから。ピシャリ行こう、ピシャリ。危ない危ない。しかもね、次の回がね、オッケー、いいよ、オッケー、はいオッケー、二三四っていうのが怖いんですよね。なんでこの回で、オッケーいいよ。うわー、これ鶴見リードで迎える9回です。ワンアウトランナー、ダイソーバッターは2年生、関東行こうか、浅野、勝負行くわ、いかな、おもんないでしょ。さあ持ち前のファイトが前面に出て、走る、送球はどうだ、セーフ、そうか、お前ら絶対点取れよ。鶴見下ろしたやからな、オッケー、走れ、いけるぞ、絶対セーフ、セーフ、はい、エラーでもない、当たり前、走る、セーフ、二塁がセーフ、ホーセー、あなたつなげよ、つなげよお前、絶対流し打ちや、絶対つなげ、タイム待て、うん、入ってるね、入ってるね、流し打ち、うわーこれどうだ、センターへの犠牲フライになるか、犠牲フライになる、掴みました、オッケー、いや1点はでかい、1点はでかい、さあそしてこの男見せてください、絶好調で確定だ、初球を打った、うわー大きいこのヒット、いやもう全然全然ホームランじゃなくてもよかった、ここはね絶対1点欲しかったんで。さあそして中山確定だ、いこうか、逆方向4番田淵ばっかり目立ったらあかんやろ、お前も目立たんと、何回牽制するに田淵が走るわけねえやろお前、はい覚醒だ、言った通り、ナイスバッティング、いやもう完璧よお前ら、さすが打撃のチームで、川端ちゃんこのまま行くと、まあ、ちょっとね上位打線やからちょっと不安ではあるんですけど、そうそうそう不安なんですよ、めちゃくちゃ不安、ちょっとタイム、西内いいバッティ、左バッターボックスは桑原、ちょっとすごく盛り上げるわ、これで守備上手くなったからお前らゲッツ取れよ、インコースのボール、オッケー取れる、うーまい、よしよっしゃ、いいナイス、はい、いい当たりすぎてサードの穴だからの、これはセカンドのトミちゃん、さあ最後ね、危ない危ない、まあなんとかツーアウト取れてよかった、2連打されとったらちょっときつかったけど、アウトロー、はいオッケー、神宮1回戦11対6で久慈高校を撃破と、いやちょっとね鶴見がやっぱりね、あの能力でなんであんな打たれるん、守備かな、ただねあのタブッちゃんがツーラン打ってくれたんでそれは大きかったですね。はい、アナダが逆境丸、いいですね、逆境丸、神宮持ってきてくれましたね、積極盗塁も嬉しいね、オッケーオッケー、次ね、次が勝負なんよ、はい、それでは次ね、神宮準決勝行くんですけど、前評判 S がおったんで、まあ、どこが勝ってるかというところなんですけど、はい、お S は負けてるけど、尾道農業、前評判は A、でうちね、A とやったことないんですよね、このチームなんてから、タブッちゃんに行こう。タブちゃん、うわー鶴見も普通か、鶴見がね絶好調やったらねまだ勝負なるんですけど、鶴見が打たれるんすよね、さっきも6失点してるんで、
なんでこの能力でそんな打たれるんかなっていうぐらい。ほんでまたうち表か、ちょっと表多いんよね今回。マウンド上は藤田、ブンブン丸頼むわ。ボールはライナーでライトへ。いや惜しい惜しい惜しい。1点取られた、打ててない。 OKOK、 なんとかトミー2試合連発。いつからそんな打てるようになったの。いいぞ、浅野出た、田淵で、これまず走る。いやでもね、田淵はねこの秋十分打ってくれてるんですよね。秋の大会前19本やったんで、もうすでに6本打ってるんですよね。いいよ、引っ張りでいこう。ガツンと三遊間のゴロ、池のボールを掴んだ、一塁送球アウト。いやちょっとね、これでワンアウト。オッケーオッケー、まだチャンスで、これ広角打法を持ってる中山が逆方向に流し打ち、うまい。いや昨日もね、いい最終回いいところでね。えちょっと待って、法政1点リードに変わりました、2対1。あ広島でしょ、でしかもレフト山本、これ山本浩二じゃない。来たわ山本浩二。うわ同い年ね、アベレジヒタパーヒタ高カルの方。いやうちもねレジェンドでやってるんですよね、山本浩二。いやいい選手なんですよね、素晴らしい。いやちょっとね山本浩二さん、田淵浩二ね、高一ね、いいですいいです、なかなかいい戦いが見れますね。OK よ、お前ら今日どないしたん偉い。まあでも打撃はあれか、もともと強いもんねお前ら。トミーがね意外とこの神宮で当たってるんですよね、ちょっとラッキーボーイ的な形にはなるんかな。さらに1点追加、4対1。最高アナちゃん、あと引っ掛けた。いやこれゲッツーはいけるぞ。はい残念、帰ってこい帰ってこい。あー無理か、後世なおもチャンスが続きます。跳ねすぎやろ球。ほんでアナダがまず走る、ボール2塁送った、2塁セーフ、後世重要な場面です。一人見頼むぞ、いいよ、ツーツー。あーまあまあまあさらに、まあ、昨日はね打ってくれたけど、さすがにね、さすがに打てないよね。1点返された、タブちゃん今日珍しくヒットも打ってない。あら珍しい。ちょっとねこのブレーキ嫌ですね、怖い。いやーホームラン打たれた、相手の5番めちゃくちゃ打ってるやん。これで1点差なんですよね今、魔物は打ち使わないんで。トミーがでもね今日かなり当たってるんで、もう一発いこうや。いやーこれはでもねいいところに打ったんですけど、しゃあないね、それはしゃあない、守っていこう。ランナー2塁、ピッチャーは相手変わったね。いやだいぶ球投げとんな、だいぶ投げとんなお前。相変わらず球数が多いんよ、無駄球が多い。やった、ライトバックホーム。やっぱ強いね相手。うわちょっと待ってきついこれ、逆転スリーラン。おっしゃ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 、アナダが出る。いやこれ2点差でしょ、全然いけるよお前ら。いやにしても鶴見打たれすぎやろお前、お前絶対塁出ろ。まあまあまあしゃあないけどな、しゃあないけどな。いやこの回1点は返そう、福本出ろ、豊が出たら全然違うぞ。いやもう一番良くない三振。よっしゃ浅野帰ってこい、帰ってくれるか。無理やんな無理やんな、それは無理やわな。おっしゃ逆転スリーラン打ち直そう。田淵今日打ってないからな、お祭り男使ってまず走る。はいセーフ、さあ行くぞ、ジョックロックかかる。4対62点ビハインド、ツーアウト2、3塁。田淵光一のドカンと一発、これはどうだどうだどうだ、入る、逆転スリーラン、逆転スリーランホームラン。
コはもうバゲモンですね。完璧に答えます。んでね、このね4番5番のなんか青木か青田かなんか全然知らないやつやけど、めちゃんこ打つんですよね。4打数4安打。守れ鶴見、オッケー、いいよ、オッケー、よしゃ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 、オッケー。このセカンド釘付けは大きい。いいよ、オッケー、オッケー、セカンド釘付け。これサード行かれとったらね、ワンヒットで行かれるんですけど、もうあの5番さえ抑えたら勝てるお前ら。オッケー、ナイス鶴見、よう頑張った。田淵自らベースを踏んでスリーアウト。よし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 、いやーオッケー、ナイス富山。富山はいい、今日抜群。ほんでね、さあ思考を研ぎ澄ませていきます。転がせ、いけるか、バッター。オッケー、ナイス。ただねここはね8、9回やったらダイソー出せるんですけど、じゃあ代打出せるんですけど、ここは出せない。オッケー、ナイス鶴見。オッケー、走れ、いける。よしよしよし、オッケー、いいよいいよ。豊か、お前ここセーフティー、いけ、いけるぞ、いけるぞ、絶対決めろ、絶対決めろ。いやサードうますぎ。あ、青山くんね、青山。オッケー、三者凡退。さあ来たぞ、逆転スリーランの男。さあ2打席連続いこうか。うん、出ない。まあまあまあ、でも十分十分、これでツーアウト、ランナーありません。もう1点ぐらい欲しいけど。オッケー、ファーボール、中山出る。麻生ツー、中山のとこダイソー。これ1点取るぞ、ツーアウトから。見せろお前たちの脅威の打線。キャッチャー二塁送球、間に合う。はい、畑山セーフ。流し打ち行こう。はい、ナイスバッティング。帰ってはこれないよね、ちょっといい当たりすぎ。寺本ナイスバッティングです。いいよ、でゴーでしょ。さあ持ち前の強心臓が力を発揮するのか。いや、ゴーでいくわ。初球を打ちました、ナイスゴー。いや、これ帰ってこれないよね、一塁ランナー無理やね、ちょっとさすがにね。盗塁できるやつおれへんから、それで盗塁しとったらね、行けたんですけど。トミー、今日抜群に。いや、お前は代打出さんよ、打ってこいよ、いけるぞ、今日は信じてる、お前を。速球、うーん、なしゃないね、今日よう打った、よう打ったよ。で、まあライト、いや、ライトをアナダ行って、で、サードを小川行かすわ、こっちの方がいい。さ、尾道。ほんで最後褒めまくる。しゃ、いけるぞ鶴見、いけよ。150球でも200球でも投げろお前は。はい、守備固めで出た小川が暴投。記録はサードのエラー。サードのエラーです。まあセカンド行ってないだけマシやわ。山本浩二来たね。ホームラン打たれたらきついぞ。パワーヒッター持ってるからな。いけるか、取れる。おしゃおしゃ、おい、お前らこれ2回連続エラーしてるからな。おー、怖いバッター来たー。スリーベースヒットが出ればサイクルヒット達成となります。めちゃんこ怖い。いや、同点ツーラン、スリーラン打たれるんじゃん、怖いわ。やめて、ほんまにやめて。うわ、逃げたなー鶴見。ちょっと待って、なんかないんか。褒めまくり絶好調にして、お前ら1点はいいわ、ゲッツー取ろう。内野前進して抜かれるよりいいわ。うわ、ストライクちゃう、打ちました。うわー、惜しい。ノーアウト満塁、打ちました。オッケー、内野ゴロ、一塁へ。オッケー、1個な、1個な、まあ、その判断間違ってない。てか、お前らがエラーしてるからな、ほんまこれゲームセットなっとんやぞお前。これきついな。では、ここ前進守備やな、ゲッツー取らへんから。三振取ろう、三振。オッケー、ナイスナイスナイス、いいよ。うまくさばいています。これでツーアウト、ランナーは最後な。ツーベース打たれても同点やお前、大丈夫や、まだまだいける。ホームランだけだかん。うわ、いい当たり打っとんな。よし、最後は緩急投げました、打ちました。おっしゃ、
取りました。はい、オッケー。山里、危な、これでもあれやからな、最終回2連続エラーしたからやからな、お前らのせいで守備固めで変えたのにその2人がエラーしたかやん。まあでもね、とりあえず逆転スリーラン打たれたんですけど、田淵が逆転スリーラン打ち返すという素晴らしい結果。これなんか持ってくるでしょう、田淵ちゃん。あ、持ってこない。チャンス A ぐらい持ってきてもいいんちゃう。5を流し打ち、それはいい、素晴らしい。いや、これを勢いで決勝もいけるんじゃない。はい、それでは最後ね、決勝、対戦相手はもうわからないというところなんで、まあここはね、しっかりと決勝、まあ前評判 S 来てもいいけどね、伊野高校ぐらい来てもいいよ。浅野、中山、穴田なんですけど、浅野でいきましょう。伊野ではないですね、中って書いてあったんで伊野ではないですね。まあ、その辺はね、伊野高校が前は S やったんで、中やったら中津川かな、違うかな、中津川もよう分かってくるから。あ、来たね、中津川、大体分かってくるから。で、今日は裏やった。関東のカタパルト浅野、決勝は打たせても別に何でもいいですね。コールド勝ちとかないんで、むしろコールド勝ちできるようなチームじゃないんで。近藤、軽快な守備を見せました浅野、いい当たりでした。 OK よ、ナイス中山、ツーランホームラン。いや、タブッチャーもしっかりヒット打ってるからね。で、タブッチャーね、ホームランだけじゃなくて結構ね、率もいいんですよね。なんでそこはね、素晴らしいとこやと思うんですね。これほんでホームランいけるぞ、走れ。そして今拾い直す、アウトです。1塁はアウト。はい、ツーベース、ほら率もいいでしょ。ほんでね、なんかわからんけど今日だけ鶴見が抜群にいいピッチングしてる。よっしゃ、お前ピッチング専念生、ここで送ってきました。送りバントする、ピッチングに専念してくれ。ピッチャーの左に、うまいの、うまいね。ボールを掴んだ、アウト。ランナー三塁に進みました。さあ、ここで豊かも、まあ2割は乗ってるんですけど、そこからちょっとね、あんま打ててないから盗塁とかもあんまできてないんですよね。ただこれは犠牲フライになる、3点目。もうコールド勝ちないんで、もし取れるんやったらどんどん取ってほしいんやけど。いいよ、浅野が出たらタブッチャに回るし、どんどんチャンス広がっていくから。どうした浅野、珍しいね。タブッチャね、3打数3安打打ってるんですよ。ただホームラン出てないだけで調子は絶好調。持ち前のくせ者ぶりを、多分あと1打席回ってくるかなぐらいなんです。はい、寺本ちゃんもホームラン。いや、いいね、君たちどないしたん。ほんで何より素晴らしいのが、鶴見が1安打ピッチング見せてる。持ち前のファイトが全面に、セーフティー、バントしてきた。はい、うますぎ、キャッチャーはい、セーフ、1塁へ送る、1塁セーフ、セーフ、セーフ。ほんで浅野、今日浅野がね、調子悪いからね、どうしたんやっていう話なんですけど、そろそろね、ヒット打ってほしいんですけど。あ、オッケー、そうそうそう、そろそろヒット打ってほしいからね。さあ、これでノーアウトランナー2、3塁で回ってきました。この男、田淵浩一。さあ、今日3打数3安打。さあ、神宮決勝でも3試合連続一発なるかと。いけるぞ田淵、一発いこう。ツースリー、ガツン、打ちすぎ、スリーラン。もう言ったらね、打ってくれるからね、もう化け物っすよこいつは。27本目じゃない今、2年生の秋っすよ。ちょっとレベチーなんすよね、マジで。いや、マジでね、まあ、春が前回1本だけやったかな、1年生の時でも。もうそれの時に比べてパワーが全然違うんで、神宮こんだけ打って春も打つってなったら、いや、マジで行くよ。
ここがもう一回いけ。だからタブッちゃんだってこれで今日で27本でしょ。えぐいえぐい。だ神宮全部ホームラン打ってるから。ほんでそうなんよ。もう鶴見がなぜかここに決勝に来て覚醒すると。一塁タッチセーフ。今まであんだけ打たれてきたのは何やったんやっていうぐらい覚醒しだしたから。はい、これもゲッツー。はい、オッケー。いや鶴見のこの覚醒は何なん。あー、最終回もう一回回してほしかったな。まあ、ただこれね、鶴見で行きます。もうこんだけ頑張ってくれてるから行きます。よく頑張りました鶴見。うまくさばいています。これでワンアウト、ランナーはあります。打順はトップに帰って富永、今日はここまで。いや、いいよ最後の決勝ね。こうやってだ、それまで1回戦2回戦と6失点ぐらいしとったんですけど。ピッチャー返し、オッケー、頑張れ競争や。今拾った、アウト。すごい、間に合った。間に合わんと思ったけど間に合ったね。はい、最後ですね、守備だけ、まあ、佐々木だけセカンドだったか。あ、ちょっと待って、井上も出したいな。あ、まあいいか、井上はよ、どうせあんまなんか大したことないからダイソー要員や。いいよ。いや、鶴見いいね。ドライしたん最後にいきなり。つけて打った、はい、オッケー、ゲームセット。神宮大会優勝決めました。苦戦に苦戦をしたんですけども、なんとか驚異の打線でしっかり勝ち切ることができました。そして決勝はね、鶴見が完封勝利、9回完封、10奪三振取ってくれたんで、それはそれで次の春にね、つながるピッチング見せてくれましたね。で、3、4、5に全員、クリーンアップに全員ホームラン出たんですけど、タブッチャは神宮3試合連続。打ちすぎです。あー、鶴見なんかね、あ、でももう奪三振持っとんか。しゃあないね。え、ちょっと待って。タブッチャなんか持ってこんと。3試合連続打ってるんやね、1本。まあ、ちょっと厳しいんやけどね。まあでもね、しっかりと優勝できて、かつ、こんだけホームランで打てると思わなかったんで、素晴らしかったですね。で、最後ね、総括に入りたいと思います。はい、それではですね、本日、第7話お送りしていったんですけども、秋の都大会、地区大会、そして神宮大会と戦っていきました。まあ、都大会はね、コールド勝ち。しかも、都大会の1回戦から、タブッチャンが3打席連続。で、地区大会もホームランしっかり打ってくれて、まあ、町田実業がちょっと強かったんですけども、まあ、しっかり勝ち切ることができました。で、神宮大会もね、尾道農業、逆転スリーラン打ったんですけども、タブッチャンが逆転スリーラン打ち返したと。で、決勝もタブちゃんホームラン出て、今大会、まあ、25本ぐらいいったら御の字ですねって言っとったんですけど、結局8本打ってるんですよね。なんで2-2-3で7試合しかないのに7試合で8ホーマー打ち出したと。神宮大会に至っては、まあ毎試合ホームラン打ってんで6割1分5厘、3ホーマー9打点というような形で、もう化け物になってるんですよね。もうパワーもビタビタになってますし、で流し打ちも持ってきた、チャンスにも強い、対左にも強い、もう逆にどこを鍛えたらいいのぐらいので威圧感も持ってるというところで、これね、春の甲子園で、まあ、まずは30本いきたいですね。30本は最低打って、まあ、5試合しかないんで30本はいって、で最後の夏でもっと量産してもらって、40本目指して頑張っていきたいと思いますんで、まずはしっかりと30本春の甲子園に乗れるように頑張っていきたいと思います。まあ、その春の甲子園の前にね、スカウトがありますので、スカウトしっかりやって、で、春の甲子園を迎えて、第8話やっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。まあ、しっかりとね、神宮大会も優勝できたし、8本ホームラン打てたんで、もう最高の形で次第8話に入っていけるんじゃないかと思いますので、よろしくお願いいたします。それではまた次の配信でお会いしましょう。発信はマサでした。